はい、どうも、しげちです。では、珍しくデスティニーの実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ショー。いやー、デスティニーは初めて実況するんじゃないですかね。あんまり、ベータテストの時確かやってたんだけど、製品版は初めてかもしれないですね。今回やるのはアイアンバナーという対人のイベントなんですね。PVP イベントをやっていきたいと思います。ちなみにね、私は、八海山というクランを作ってまして、そこのリーダーやらせていただいております。いつもね、みんなとやったり、一人でやったりしてるんですけど、今回はまあ、みんなあんまり対人戦はやらないんで、私一人で参加ですね。で、普段はこのね、レベル32のハンターを使ってるんですけども、ちょっとね、このウォーロックちゃんなんですけど、女性。この子がね、全然育てられて、なくてかわいそうなんで、もうアイアンバナーの装備つけて、レベル30にしちゃおうっていう、すごい発想。さあ、ログインと。タイタンはね、まあなんとかね、まあなんとかレイドに行っても、仕事があるんでいいんですけど。やっぱね、月レイドもどっちもレベル30以降になってから行くのが、いいと思うんでね。レベル30ギリギリなんですよね、この、ウォーロックは。見ていただくとわかるんですけども、こんな感じの、なんかね、これも未強化なんですよ、ほとんど。これは唯一月の深淵を一人でやった時に手に入れたやつ。こんだけしか持ってないのね。こんだけしか。足なんてほら、これ。これはね、ちょっとランク3なんで今。アイアンバナーランクが3になったので買ってみました。今はこんな感じです。あともうちょっとだね。あと、ジュンジュンジュンっていくとこう、ランク4になって、お目当てのボディが変えるっていうことですね。今回そこに行くまでの動画になります。ちょっともう、歯医者の証がここにあるんですけど。さあ、やってまいりましょう。と、その前にバウン、あ、ね、ちょっと、映しちゃいけないところが。その前にバウンティーを受けてから行きましょう。タワーに行きます。装備変えとくか、今のうちに。いやー、なんか鼻詰まりなんですけど、基本はね。この季節余計にね、ちょっと聞き苦しいかもしれないですけど、よろしくお願いします。レベル30、レベルアドバンテージがあるんで、レベル差がある対人戦なので、なるべく対人に有利なものを持ってきます。取る。これはもう、外せない。勝てないですからね、ここら辺。あ、まあ、これでもね、打ち勝てるんですけど。これはもう確実にレベル高い方も倒せますんで。よし。あとね、このフュージョンライフルもいいんですけどね、ショットガンもいいんだけど、フュージョンもいいけど、どっちにしよう。このまま行きますか。あ、ついちゃった。タワーついちゃった。いいや。武器はね、これはね、バウンティー達成用にこのコレクティブメジャー。で、こっちは、最低限レベル30にしておかないといけないんで、これかな。アハンカーラの爪。これなぜつけるかっていうと、近接のスコーチとエナジードレインのチャージが一つ増える。近接戦に強くなるんですね。あとはもう、こんなのしか持ってないんで、行きましょう。で、あとフューチャーウォーカルと、評価上げ中なんで。で、まだアイアンバナーの、クラスアーマーは持ってませんので、若干ながら、微力ながらこれで底上げ。10ずつ変わるのかな？そんぐらい。ビビたるもんですが、つけていきたいと思います。さあ、サラディンを会いに来たよ。なぜかね、サラディンの前に立つと踊らなきゃ気が済まないんでね、待って。このセクシーダンス。顔怖。よし。その資格がお前。さて、バウンティー。まあ、これが大事なんで、緩和しといて。これやると、効果が高まるんですよ。ポイントがアップするんですね。わかりやすく言うと。これが一番簡単。強者にだけ許される目。で、これもまあ簡単。いやいや、これは俺はちょっと俺の腕前じゃ無理。
これはね、地道にやっていけば達成できるバウンティですね。連続か。で、マシンガン受けてんだけど、まだやってる途中ですね。なかなかね、ヘビーウェポン取ると俺すぐ死んじゃうんで、なんか知らんけど。はい。あとこれ。アイアンバナーに相応の力だ。で、ランク4になってこれを買うというのが目的ですね。こっちじゃなくてこっちですね。ショットガンとスカウトの弾増やしたいね、こっち。これは、これも買っちゃおうかな。金ないけど。1万5000ぐらい貯めないとダメですね、金を。グリムはこんだけしかないね。ガーディアン。まあ、ハイタエリアを何時間かやれば貯まるでしょう。ちなみに今日は、日曜、もう日付変わって月曜の夜、深夜、早朝なので、まあ、ポイントは上がりやすいかと思います。あ、やべ、クルーシブル。クルーシブルバウンティーも受けていきます。こうやるとね、一石二鳥なんで。どういたしましょうか。さて、どれをやる？ハンター？タイトン？ガーディアン背後からはちょっとこれのルールじゃむずいので、フラッシュ関係なし。フュージョンライフル10無理。これはね、割りかし取れるんですよ。ノバボムとかの相打ちでね。まあいいや、無難にこういくと。ハンターもいいね。これも受けとこう。まだいける？こっちも受けときますか。レクサスマインドも。よし、OK。はい、行きます。ちょっと動きがあんまり、うまく動けないかもしれないんですけど、よろしくお願いします。やっぱね、ハンターをずっと使ってる人から見ると、ウォーロックとかタイタンのジャンプというのは、なかなか、やりづらいというか、動かしづらいというか。そう、ブリンク使ってるんですけどね、今、練習して。あんまり、自分が振り回されるような感じですね、まだ。で、僕はボルテックス系の使います。ボルテックスグレネードと、爆発して閉じ込めるやつですね。なんかね、俺これ投げてもあんまり当たんないっすよね勝手に追いかけてくれるんですけどね、投げる場所が多分悪いって言われたんだ。で、これで、アルケインスピード重視ですね。で、爆発規模が大きくなるをつけて、さらに、これをつけておくと結構ね、拠点に留まってるやつとか周りにいるやつらを削り殺せると倒せるんですね。まあでもうまくいかないときはペチペチって当たって終わりますけどね。はい、行きましょう。ショットガンかな。ショットガンにしとこう。勝ちたいんですね。まあチームにも迷惑かあんまかけれないので、ショットガン、ちょっと慣れた武器でいきます。さあ行きましょう。いるかな人。夜は微妙ですね。結構回線の相性が悪い人が夜は多いですけどね。そこがちょっと問題だね。ほんと、ラグ状態だとね、この間数えたんですよね。何回で死ぬか。相手の人が。何回でキルできるか。8回殴ってもキルできなかったですからね。で、最後殴って、あと5秒後にキルって出たんですね。そうなっちゃうんですよね。さあ、どこに飛ばされるんでしょうか。その間に私はちょっと飲み物を飲みたいけど、あまりない。まあ、いいや。まあね、デスティニーもね、発売されてかなり経ちますよね、もう。去年の9月発売なので、もうね、やることがね、あんまりないというか。対人戦遊べるだけまだ、長持ちしてます。てか途中から始まってる、そして負けてるチームなんだよね。途中から始まってるってことは。 OK、 1人がアシストになったなんかレベル低いとアシストになっちゃった。あ、撃ち殺された。あまたアシストだ。そう、アシストだらけになるんですよね。そんなことはないんですけどね。30でも倒せるんですけど、
ちゃんと狙わないと今の調整されたアタキャンがきつい。こっちクソ投げ逃げたかな。正面のちょっと今頭が通らない危ない。正面いるね。いますね、まだ。いいや、迎え撃ちましょう。ショットガンでここら辺で待ってみましょう。いるね。立ってますね。あ、やばい、スライディングしたけどな。うん、裏取りされてる味方がいる。ナイスナイスナイス。ああいうの大事っすよね。もう一歩一方向から行かずに。あの人なんか弾があんまり当たってんのかどうか。当たってますね。足を打つ足を打つ、足を打って追い払う。どこ行くんだろうね。逃げんのかな。まあ逃げて正解ですね。ヘビーウェポン弾を入手可能。ヘビーウェポン弾を狙われてるぞ、後ろから。取れなかった警戒してたら取れなかった。話なんだよ、むずいな。やっぱ OK 取るんはね、割と何も考えずにパンパン打っても結構殺せるね。ダメだ、敵がいるね。わざとおびき寄せたいところ。危ない、見られている。バツってボルテックス、ボルテックスに戻って戻って戻って、オッケーよし、ああいうことができるんですよね、ボルテックスでね。忘れて戻ると食らうんですよ。あ、おう、あ、敵がいるぞ。警戒してるな。よし、突っ込む。オッケー。常に満タンにしとかないと気が済まないタイプ。あそこから撃ってくるな。大丈夫。うん、AB 取れてるの、 C は取る必要ないですね。このゲーム2個取ってるのは OK なので。追いついてきましたね。あと B を死守。正面にいる。エリア B、ロスト。オッケー。あ、来たね。ノバボムでも、かまそうか？オッケー、危ない。結構入れないですからね、この間。やべえ。グレを投げてしまえばよかったな。確保。そう、とどまる系のやつは、ああいう使い方で、なんかね、防御的に使えるんですよね。あ、下に来てる。ブリンクがほんとむずい。あ、やばい、あれブレーダンじゃねえの。ブレーダンさん来ましたよ。危ないっすよ。一撃必殺武器の下にいます、ね、下にいる。下くと上から来る、やばい。あそこに投げる。よしよしよし、オッケーオッケー。あ、やばい、危ない、こうやって味方ごめんごめんよ。オッケー。よし、ショットガンで追い打ち。あ、こんなとこに。しゃがんでたんすね。あんま入っていかなくてもいいかな。横から行こう。横から防衛。あ、敵が。敵が、敵がいる。来た。ヘビーウェポンだ、入手可能。逃げる。こういう使い方もできますからね。わざと自分のボムに向かっていく。ヘビーウェポン弾が到着。ボムじゃねえ、クリス。ブリンク。シードを奪った。失敗。いや、まだブリンクからのショットガンがうまくいかないですね。ブリンクからの、ね、あれ難しいんですよね。ここ結構ね、まだね、距離感が、あ、間違えた。距離感つかめてない。おう、今日の敵がこの中から。この中いるっつうことは、こっち行けばいいな、ね。こっちに味方と一緒に行動しましょう。
で、ここの打ち合いになるはず。オーブはなるべく拾っておきたい。ノバも打てる。エリア C を確保。全エリア確保。ああいうね、ショットガン狙ってる人はもう後ろにスーッと下がれば、いここ逃げないで死ぬよ。ショットガン結構強いんですけどね、まあ調整されてすぐ射程距離外になるんで、下がればバックジャンプやとか下がりながら打ってれば結構勝てるんですよ。 C が奪われた。ここにノバボム、ああ間違えた。エリア C ロスト。ここで俺は戦う。死逃げてきたね。エリア A 制圧だ。敵がエリア C を奪取。よし、俺たちの強さを見せつけてやろうぜ。エリア A を確保。ノラチームですか。あ、このノラ機械じゃダメ。スナイパーは覗き返したらダメです。スナイパーライフルになります。いただいた。結構守備できてますね。まだいるな。まだいる。狭い狭い空間に何をしてるんだ今。先々週かな、なんかあのレーダーがないモードあったんですけど、俺あっちの方がいいんですよ。レーダーがあると逆にねダメなんですよ。 OK、 やばい、柱に隠れられなかった。レーダーがあるとね逆に俺はやりづらいかな。ハンター使ってるんでね、バックスタブっていう後ろからやると一撃のやつがあるんで、あれがかなり有効に。あお、なにあの人ふわっと飛んでった。ガスラを追い返せ。ヘビーウェポン弾を入手可能。ヘビーウェポン来てるね。一人だけで取っちゃいます。あーダメだ。ハードライツバカね。取る。見事に勝利をつかんだ。勝利。217ポイント上がりましたね。うん、お、混沌と平成、あれなんだっけ。ちょっと調子良かったですね今回は。19ヒル。キルデス 2.1。 俺にしては高い方ですこれ。よく死んじゃうからね、突っ込んじゃうんですよね。ちょっとさあ、次のルマッチに備えますか。